皆さんこんにちは。今日の動物です。皆さんはギリシャ神話に登場するキメラを知っていますか？ライオンの頭、羊の胴体、蛇の尻尾を持つ様々な動物を混ぜて作った恐ろしい怪物ですが、実際にもそのような動物が存在しています。カモに似たくちばし、カワウソの胴体、ビーバーの尻尾を持つカモノハシです。今日紹介する動物は世界で最も奇妙な動物、カモノハシです。カモノハシはオーストラリアのタスマニアと東部で唯一生息する動物である。見えるようにカモノハシは神秘的な動物なのに、くちばしがあってカモのように鳥類だと思うかもしれないが、哺乳類に属する動物だ。カモや他の鳥のくちばしとは異なり、頭蓋骨がくちばしの両側に割れ、真ん中の部分が空いているため柔らかいという。哺乳類の中でも単行類に属する動物は世界でカモノハシとハリモグラだけである。単行類に属する動物は卵を産み、瓶と尿と卵が同じ穴から出る特徴を持っているが、もちろんカモノハシも卵を産んで繁殖し、蛇の卵のように粘液で覆われている。卵から生まれた赤ちゃんは母親の母乳を飲むことになるが、不思議なことにカモノハシは乳首がない。その代わり母親のお腹から汗のように流れる母乳を舐めて育つという。モコモコして可愛い外見のカモノハシに会ったら触りたい衝動に駆られるが、絶対触ってはいけない。毒を持っている奴らがいるからなのに。オスのカモノハシの後ろ足の爪に神経毒が入っている。カモノハシの神経毒は犬のような小さな動物を殺すほど強く、人には致命的ではないが、解毒剤がなく毒がなくなるまで苦痛に悩まされなければならない。カモノハシは主にザリガニやエビを好んで食べるが、餌の探し方が独特だ。川で潜水するときは雪は全く使わず、イルカのようにくちばしを使って微細な電流を感知して食べるという。科学者たちはカモノハシの実験でエビと乾電池をカモノハシの前に置いてどのように反応するかを見ていたが、エビの代わりに乾電池を攻撃する驚くべき行動を見せた。ヨーロッパにカモノハシが初めて知られたのは18世紀末にニューサウスウェールズ州総督ジョン・ハンターが送った毛皮やスケッチのためだった。ジョン・ハンターはタスマニア州を探査している途中、カモノハシを発見すると新種のモグラだと思ってイギリスに送ったのだが、カモノハシを初めて見たイギリスの学者たちはジョン・ハンターを詐欺師扱いした。悔しかったジョン・ハンターはカモノハシを捕まえて剥製してイギリスに送ったが、スコットランドの解剖学者だったロバート・ノックスはアジア人の剥製師がいたずらで作ったぬいぐるみだと主張した。学者たちはカモノハシの剥製に針で縫った跡があるかどうかを検査し、くちばしと胴体を分離しようと試み、カモノハシの存在を疑った。その後他の探検家によってカモノハシが実際に存在することが知られると、ヨーロッパ人は20世紀初頭まで毛皮を得るためにカモノハシを買った。現在は環境汚染と気候変動で個体数が大幅に減り、オーストラリアでは法的にカモノハシを保護している。今日は世界で最も奇妙な動物、カモノハシについて紹介しました。次に紹介する動物も期待してください。